はたすなこは、日本のファッションデザイナー、カラリスト。日本のニット服飾を、モード、アートの水準にまで高めた業績で、1970年に、日本ファッションエディターズクラブ賞を受賞。父、ふつちはらかつじ、ふは大阪大学医学部卒業の外科医、西中医会員の彫刻家。母、ふつちはらあつし、は日本女子大学科聖守犯科卒業。 独立美術協会会員の画家。砂丘市の大学入学を機に、今日ニューヨークに移し、アートスチューデンツリーグオブニューヨーク、ザアートスチューデンツレアグエオブニューヨークに在籍し、画業を推進した。一切違いの姉ひな子ひな子は、コロラトゥーラソープラノ歌手、シアトル在住、夫は、アメリカ合衆国の作曲家、アラン・ホバニス、アラン・ホバネスという家庭で育つ。 神戸女学院大学在学中に、畑巻子と出会い卒業後、幼女となり、牧子の事業全般を支える。畑巻子の旧姓で、一般財団法人白廃社理事長となり、ニット作品の付加価値を加えることを目的として、デザインと色彩を教える。1970年にニットをモードさらにアートの、世界まで高めた功績により、日本ファッションエディターズ賞を受賞。 和田密造式祭賞、CS デザイン特別賞と受賞を重ね、その活動は、ファッションの世界を超え、環境アートの場を作っていった。日本のカラーデザインの向上を目指す、一般社団法人日本流行色協会のアドバイサリーボードメンバーで、ジャフカカラー、インターカラーの提案に、カラリストとして長年関わっている。日本食券事業株式会社、ファッションカラー誌編集にも、 同様に携わり貢献。東京、名古屋、大阪モード学園で年2回ファッショントレンド分析の集中講座を行う。砂ナ畑カラーセミナー主催、スタジオスナ子畑主催。余剰金を公益財団法人日本編み物検定協会へ寄付。ありがとうございます。